8番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。えっ、ー、とね、僕からの進行論。まず、えっ、ー、と、陣内の方はスムラスクスかすの構いませんが、えっ、ー、と、スムラの方は必ずすか、えー、さないようにお願いします。で、えっ、ー、と、役の方に、役なりに、えっ、ー、と、考えがあって、役の動きをすると思っているので、絶対に、えっ、ー、と、スムラの人はスムラをすかし、えっ、ー、と、また、えっ、ー、と、役職の位置っていうのを分からないように、 えーとスマラの方にはお願いしたいと思っています。で、白黒、えーと、理由つけてしっかり言ってほしいかない。ありがとうございます。あとはー、まああとは盤面揃って2周目、しっかり考察伸ばしていこうかなっていうところですね。で、えーと、興味のあるところっていうのをしっかり見つけていって、占いが西尾になった場合は、えー、と進路なのか、進居なのかもしっかりと精査していきたいと思ってます。えーと、9ーバーさん、どうぞ。9番。 のプレイヤーは発言してくださいはい占い師ですランダムで四白4番三白ですそうですねまあ八番さんに関して特に色落ちてないかなっていう感じだけど印象はいいかなっていう感じですねはい で、えーまあ、僕からの進行論、これ毎回言うんだけど、えーとね、役の方に俺は任せます。出るか出ないか。別に出ないでとは言ってません。役に任せるって言ってるだけです。ただ、僕の占い位置にあの1ミリでも入ってくるようであれば、あの出てください、うん。それは僕も占いたくないんで、うん。僕の占い位置から遠いなって感じたら出なくていいです。うん、だから、それは役に任せます。役が判断してください。っていう感じかな。うん、そのぐらいしか言うことはない。うん 4, 4番さん、白ね。はい、2周目頑張ります。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番です。よろしくお願いします。8番さん、エース村の方は、すかさないように。うん、すごいいいなと思いますね。まさしくその通りと思います。人外の方は、もう本当、すかしてもらって、大いに構いませんと俺も言っておきます。はい、で、9番さんも2番目にもう、早速出てきたという感じですね。 うーんどっちかなっていうふうに今思っております。8番さんの進行論の後で9番さんが出てきたんで、まあ若干全然シーンを終える位置だと俺は思っております。はい。まあそんな感じですかね。まあ9番さんに関しても印象はいいかな。うん。まだ僕は9番さんのことを人外では見ておりません。今のところ。うん。8番さんの進行論の後でいきなり出てくるっていうのもなかなか勇気のある行動だったんでね。8番さんがいい進行論を述べてただけに。 だから九の心全然折っております。以上です。二番のプレイヤーはあ、おはようございます。よろしくお願いします。うん、とね、八番さんに関してはまあスムラの方はスムラつかさないでと、うん。まあ人外の方はまあスムラスムラつかしてもいいよと、うん。まあ正直ね、うん。まあ八番さんが人外でも村でも言えるっていう話かなっていうところ、うん。 で、えっ、ー、と、だからといってね、8番さんのね、色はついてないっていうところかな。うん。9番さん、9番さんに関しては4番さんに白ということでね、9番さんに方は役の方は占い位置に入らないでくださいと。うん。で、役職に任せますが、えー、入りそうだったら出てくださいと。役に任せますがと。うん。まあ、逆に、9番さんの、えっ、ー、と、占い先、占い位置に入ったところ以外のところが、 うん。これね、役っていうふうに透けちゃうんだよね。そういうことを言うことによって。うん。9番さんは正直ね、えー、真でも人外でもね、うん。どっちでも言える発言であって、9番さんがそういうことによって、役が9番、えー、さんの占い師以外にいるっていうことが分かっちゃうんだよね。うん。そこ1番さんはね、何も触れずに印象いいって言ったところ。うん。正直ね、うん、色落ちはしないけど、印象的にはちょっとね、微妙かなっていう話。うん。 まあ僕の進行論とすればむしろそういうこと言わずに役は占い位置に入ってほしくはないけどでも黒くなってほしくないなっていう白くあれっていう感じかなうんまあ占い師対抗でできたらねしっかりと精査しきたいと思ってますはいじゃあね3番さんどうぞ3番のプレイヤーは発言してください、はいえー、とまず9番さんに言いたいあの役職出る出ないは任せる えー、ただ、占い地に入らないでくれって言われても、9番さんが真かどう、偽かどうかなんてわかんないから、その、たぶ言っても無駄だと、俺は思ってるかな。えー、けど、俺9番さんは若干、新芽があるかなと思ってる。それは喋ってないとこに白塗り。あと、そんなに緊張してる感じがなかったかな。だから、ソシンさんとすごく印象が、 同じ。だから、送信さん白く見てる。で、8番さんに関しても、えっ、ー、とね、役職ないのすかさないでほしいっていうのは、あれ、むらりある発言だったと思ってる。あれを最初にすることによって、すかす人が村側でも出ないと思ってるから、すごく良かったと思ってる。で、8と1が印象いいんで、当然2番さん悪くなるよね。だから、現状俺、釣り一は2番さんだと思ってる。 9番差の対抗出てないけど、俺若干締めはあると思ってるかな。現状2番3釣り1だと俺は思ってます。以上です。4番のプレイヤーは、9番が占いで4本1と5で把握しました。8番差に関しては印象全くありません。人外でも村人人間でも同じことが言えると思うからです。1、2、3に関してですが、純、えー、現状自分釣り1、2番3で考えてます。 2番さんが、えっ、ー、と、9番に対してムラリがないって言った発言をしたんですが、2番さん自身も役は白くなれって言ってるんですね。つまり黒いところに役がいない。つまり白いところに役がいるってもうブーメランだなって思いました。2番さんが9番さんに対して言っている指摘は。2番の9番への殴りが不当かなと思ったかつ、9番さんが、えっ、ー、と、自分に白っていう、打ってるっていうのは、現状、えっ、ー、と、まあやっぱり盤面上、新名が高いのかなっていうふうに考えてます。 その点、3番さんが2番さん釣り位置にあげたっていうところで、まあ、3番さんも割と思考が近いのかなと、9番を真面目に見ているところですね。1>, 1番さんに関しては、まあ、9番さんのこと印象いいって言ったのは同じだったんですけど、ただ私と印象いいって九9番に対しての理由が1番さんは違うと思ってて、1番さんってなんか、9の真は終える理由が、8のあの進行論の後に出てきた9番さんが死面あるっていう、 なんかその理論で9番がシンっていうのはなんでって思いましたね、単純に。8番さんってそんなにめちゃめちゃ白くもなかったし、かつ8番が仮にいい進行論を述べていたから9番が偽で出れない理由がよくわかんなかったので、1番のその9へのシン置きはちょっとわからなかったかなっていうところですかね。だから1番さんは、うんただ9番のシンってお手てる視点は一緒だったのですが、ちょっと引っかかったくらいかな。でも2番さんの9への殴りの方が、 ブーメランかなって思ってるので、現状2番が一番印象悪くてち、まあ1番さんは、まあ、プラマイゼロかな。3番ん印象いいってところですね。はい、2社目も頑張ります。5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、よろしくお願いします。ということで。 あーとマスターはカイルだはてない方がいいということで、8番さんはうんそれに対して言ってたということね。えー、2番さんはついちゃうんだうん。3番さんはやっぱ白いんかなという感じがする。 ところを言っているしっていうところ、えっ、ー、と、9番さんに関しては結構新名見ております、現状。でも、まだ盤面がね、連動も出てないし、どうなんだろうっていう感じで、今ところはやっぱ9番さんは新名見てるんだけど、太鼓も出てない盤面でどうかなっていう感じで、まあ連能も出てないし、うーん。 とりあえず僕も2番3つリーチで考えてはいるんだけど、まあ、目見てからもう一度考察します以上。6番のプレイヤーは発言してください。ね、さいはいおはようございます。そうですね、7番さんが出なければ、えー、平和村状態ということで、うーんそうですね、普通に考察すれば9番さんを白く置くっていうのが、あの1周目で皆さん白置きするの早いなーって思って、すごくなんでそんなに白置き早いんだろうっていうふうには思った。 9番さんの印象に関しては別に新要素も偽要素もなかったが9番さんっていうのはグレー精査をちゃんとしっかりとやってくれる人なんだなっていうふうに思いましたねなんでかっていうと9番さんがその裏置に入るなっていうことは9番さん自身がここ怪しいっていうふうに思ってないとその発言できないと思うので9番さんは2周目グレー精査をちゃんとやってくれるんだなっていうふうに思いましたね発言的に 8番さんに関しては、まあ、進行論だったんですが、ムラリがある進行論でしたが、えー、色落ちはしません。1番さんは9番さんを白く置いたのが早いなというふうには思った、単純にそれだけです。2番さんに関しては、9番さんに、えー、役のことをなんか、うん、殴っていたというか、指摘していたが、2番さん自身も、うん、それにとてて思っているというふうな、まあ、若干ブーメランだったところを指摘した、えー、3番さん、4番さんは現状、白いのかなというふうに思っています。現状4番さんは、えー 9番さんが出てない、えー、白崎の、えー、白ゴリダさんですが、うんまあ、7番さんが出るかどうかで判断していったらいいんじゃないですかね5番さんについては何とも取れないなっていうふうに思いますねうん5番さんはなんか発言をなぞっているように聞こえたなっていうふうには思います、うん、今までの発言をだから、まあ、次1、2時点で5で上げておきますからね必殺は打ちますシール13ディッシュンスタートこれは YouTube を救う戦いである。エクスたくま今日はピカヤーは発言してください,、はい、占い師です。ランダムシロは9番さんです。ランダムシロは9番さんです。えー、ですので9番さんが強人確定です。うんグレイチに二郎っていうような感じになるんですよ。<laughs> で、 オオカミが二郎で潜伏するっていうのは基本的に白をもらってることっていうのがまず一番最初に考えられて、えー、私は4番さんをまず疑ってる状態にはいます。<laughs> で4番さんについてはですね、まあ、ご自身の意見で結構述べられてたのでムラ的かなとは思ってるんですが4番さんの引っかかる要素としては、まあ、3番さんに便乗したっていうような感じで釣り位置を2で上げたところかなっていうようなところ<ー>ただそれ以外4番さんについてはまあ黒要素っていうのは拾えてない。 うん、で気になってるのは56ですね。<laughs> 56は明らかに便乗のような感じで2を釣り押してますよね。<laughs> うん、まあ発言が少し伸びてる6の方がまだ、えー、白いというか村寄りかなと。5についてはあまり理由が薄かったかなそれで2を釣り押してるっていうようなところがありますんでね。うん、ただ6も発言はしていたにせよ結局のところは2を釣り押しかっていうようなところはありますんで。 うん、5、6は普通に気になってますね。8については色が見えない。で2については明らかに叩かれすぎっていうような感じがしてますんで、私は逆に白く見てますね。<laughs> で、1番については、うん、8の便乗かなっていうような便乗位置とは思いましたが、うん、それ以上に2を叩きに続けた5、6の方が気になるかなっていうようなところですね。<laughs> うん、3番については、まあ、 その位置で、えーとまあ、2番を叩いたっていうようなところも含めて白目で見てますんで <laughs> 2周目発言聞いて決めます。以上です <laughs> のプレイヤーは発言して,言してくださいうんとちょっと迷いましたけど、出ます、例のですうーんと。おそらくうんと7が9に白で、9が4に白、で7番さん9番さん強靭確定で、7番さんが陣外であれば、うんと強靭であれば、グレーに白を打つ方が強いので、うんと7番さんは新郎1、9番さんは7番さんをどう見ていて、グレーの精査っていうのをちょっとしっかり言ってほしいかなと思ってるかな。<laughs> っていうところから現状7級信強で 7C の9強かなと若干思っているんだけれども、えっと、一番えと引っかかっているのが5番で、5番っていうのは、えっと、なんだっけな、134の精査をせずに、2番を釣り位置に上げているところから、えっと、2番3っていうのは若干白くなるのかなっていう印象かな。ただ、25でライン切りをしていればそれは成り立たないんだけれども、 んで、グレーの中で一番白いなと思っているのが、えーと、3番さん時点で4番さんかな。まあ、7番さんが、えー、と4番さんを若干怪しいとも見てる部分で、若干視点は違うんですが、今のところ自分はそう考察してます。で、えーとまあ、対抗いないんで、自分、えー、と確定してもらって、えー、と自分はちょっと,、えー、と 5, 5に行きたいと思っている。で、時点で1か2。 1>, で1番さんがそこの9に対して、芯が置けたっていうのが若干引っかかる要素でもあり、えー、と1番さんなんで9を芯で決めるってたかっていうのを2周目しっかり言ってほしいかなっていうところ、えー、その理由では、えー、と5時点で1っていう感じにはなってくるかな。2番さんが、えー、とかなりヘイトを集めてるところで、2番さんが若干白いことから5時点で1と思ってます。発言し、ね、聞いて入れますね。9番のプレイヤーは発言してください。 決まってる8番さんにとっけど,どこで僕の教授を拾ったんですかで、あと別に1番さん僕のこと真決め打つなんか言ってません。真の連絡だったらちゃんと話を聞きましょう。はい。えー、っとで、えー、っと2番さんについてはもう,もうも、うん、全く3、4番さんが指摘した通りなんだよね。うん。全くもってブーメランです。あなたも役白くなってくれって言ってるんだから、えー、っと俺が釣りちゃいなかったところは、あの、必然的に役があるって思われるんじゃないの村から。 番さん全くもってブーメランなことを言ってたなと思った。だから黒いなと思いました。で、一番さんに関しては、えっと、ね、別に黒要素じゃないんだけど、俺、八番さんの最初の進行論で、あれって占いも出ちゃいけないってことだったの。俺、それは認識してなかったから、普通に出た。だから、一番さんの言ってる理由で俺が新名に上がってるっていうのは、ちょっと俺は理解できなかったかなっていう感じ。ただ別に一番さん黒いわけではない。色が見えない。ただそれを説明してほしいかなっていう感じ。 3番さんは、2番さんは僕怪しく見てたんで、そこを釣りをしたっていうのはかなり白いかなと思っている。で5番さん結構黒いなと思った理由が、えっ、ー、と、3、4の便乗プラス、なんか僕をね、なんか理由なく、なんか真に見えてる、真に見えてるてしか言ってこないんですよね。うん、結構釣り寄ってきてるのかなっていう感じだったから、5番さんかなり狼あるかなと思っている。 で6番さんに関しては、えー、っとね、まあ、白いかなって感じっていうのも5番さんを釣りおしたところと、えっとね、1週目の発言で、俺がそんなに新名見えてる理由がわからない。正直言って、えっと、自分真に見てもらうのはありがたいけど、その占いどこに出したかっていうので、精査は別にいらないですね。うん、僕、発言をして見ていただきたいからと思ってるから、別にそれで芯が上がってるっていうのは僕、よくわからないんで、6番さんのなんでそんな9番さんが新要素を拾えてるっていうのは、僕、真っ当な意見だと思いましたね。 だから6番さんあんまり怪しくないなと思ってる。で7番さんはオオカミに見ています。僕に白を打ってきて新名を取りに来たのかなと思っているから7番さんはオオカミで見ています。ならない方は今のところ5かなって思ってるっていう感じかな。まあ1番さんについては説明してほしいかなって感じ。以上。1番のプレイヤーは発言してください、いいいいはいまず8番さん。 言いますね。別に、あの、真を決め打ったわけじゃないです。9番さんの言う通り、あの、目は終えるよねっていう話をしたんです、あえて2番さんから発言ができるように、あえて2番さんからもし占い師が出た場合、あの、ちゃんとプレッシャーを与えれるように用意して発言しました。だからそういう発言を落としたまでです。そしたら7番さんで出てきた。ただ7番さんは9番さんにしよう。 うーんっていうところですね、今のところ。うん7 9でもね、7番さんが強靭で出てくるメリットもないんだよね。だから、新郎1。8番さんの言う通りなんだよね。うん。だから、7番さんがローで、9番さんに白を打つメリットってどうなんかなっていうふうに今考えております。で、まあ、この後まだ7番さんの発言聞きますね。まあ、とりあえず7 9はん、今のところちょっとフラットな状態になっております。 えっと、今、もう俺も一番気になってるとこはもう5番さんなんですよ、ね。はい。皆さんの言う通り。ただ、あのー、理由が違うんですよね。5番さんって何もないんですか本当に5番。5番さんって、例のの話してましたよね。例の出てないんですね、みたいな。例の出てから考察したいな、みたいな話を5番さんしてましたよ、ね。 ということは、5番さん、霊能じゃないんですよね、もう、その時点で。じゃあ、8番さん目線で、もう5番さん、霊能ないの、透かしてますよ。うん。だから、8が5を釣り押すのは、俺、妥当だと思ってね。うん、5番さん、何もないなら、本当に釣りますよ。いはい。もう、そこで透かした発言をした時点で、もう、人が硬いなと思いました。で、5番さんが人狼だったら、3は白いよねって発言を残してるんですよ。だから、多分、3番は白い。はい。以上です。 5です。2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいなんか僕めっちゃヘイト買ってたじゃないですか。うーんでえ僕今んところ7番さん死んで9番さん強人かなっていう話なんですよね。理由に関しては4番さん5番が3番さんのフル便乗で僕をヘイトを向けてきた上に5番さんっていうのは結局ね、まあ、9の方が新芽に見えてる。でとりあえず、ー、にとりあえずに。 もうとりあえずの2って、その理由は何すかっていう話なんですよね、5番さん。うん。で、4番さんに関しても、なんか2番に言ってることはクソブーメランって言ってたんですけど、いや、僕、ブーメランの発言全く一切してないですよ。9番さんの占い師としての目線で、9番さんの進行で行くんであれば、普通に9番さん死んだった場合、役つけますよねっていう指摘をしたんですよね。 なおかつ僕は自分の進行論として役は白っぽくあれっていう進行論なんで別にブーメランではないんですよね。なんで僕は4番さんのね、ちょっとね、白要素を拾えなくてですね、えー、9番さんのシーンが落ちた上に7番さんが狼、うん、7番さん、えー、が狂人、うん、だったら俺急に白出すかなと思って、まあ、ワンチャン狼だったら全然ありえるんだけど、うん、ラインを見せたくなくてね、対抗の。 うん、占い師に資料出すってのはあるんやけど、強人だった場合はないから、7番さん死んだだった場合は9番さんがいきなり強人で、えー、出てるっていう話なんだよね。うん。で、よ、まあ9番さんがご主人様を囲うために、うん、出たっていう線、全然終えるんよね。やっぱ4番さんの資料数が拾えなかったっていうところ。ただ今回やっぱ村目線で、うん、片白を釣るわけにもいかんと。うん、いきませんよと。 いうことでですね僕はね理由もなきね僕のことをヘイトを向けてきたもう5番さんに行きたいと思ってますうんもう5番さんっていうのはもう2周目ねどんだけ弁明しても遅いっていう話なんですようんかな、うん、みんなと意見は一緒だね以上3番のプレイヤーは発言してくださいうん俺は大阪さん人狼の2番さん強人だと思ってる。 えっとね、2番さんの1周目の視点が、俺はやっぱりシンさんと同じで9番さんがなんか新っぽく見えたんだよね。そこを2が九叩きはあれ、占い地に入ってこようとした今日だと思ってる。ここでも7番さんの新名を上げようとしたとこが、2番狂人で7狼知ってるんだと思ってる。だから、ちょっと大阪さん狼だったらかわいそうだなっていうとこ、狂人アピールがあったのが、 なんで2が強だと思ってる。いや、6の強めも少しあったと思ってる。それはね、まあ、ちょっとメタになるからやめとこうか。えっ、ー、と、あと、まあ、5番さん結構 SG1 にはなるんだろうなと思ってた。やっぱ便乗したからね、34が2釣りをして5も2釣りをしたから便乗1にはなると思うんだよね。まあ俺6強めあるから、57人狼はあるから、 なあ。五七人狼二強だと俺思うんだよな。やっぱけど二5釣り寄せる六の視点は今日ならないか。で、占いに狂人が出るとは俺思えないけどなあー。まあけど初日占い釣り最近やってないから怖いけど、どうすっかな やっぱ行くの怖いよな。今日俺2か5どっちかに入れますえ。5番さんが白くなったら俺2番さんに入れます。えけど狼と見て入れない。強人と見て入れます。4番のプレイヤーはだえ、だいぶ1周目と印象変わったかなっていうところですね。現状5番さん自分釣りたいかなと思っていて、2番さんは2周目であんまり黒い。 なんだろう白くないんだけど、狼だったらなんか下手あ、ごめん、違う、えっと、なんだろう、片白の自分をすごく殴るって、なんか、票集めに来てないなって思いましたし、岩番さんのなんか殴り返しがあんまり、なんか村で黒塗りされて、切れてるって感じに聞こえてしまいました。で、3番さんしあ、占いから言うと、9番さんの方が偽、強人だと思っていて、 理由は9番さんが5番を釣り下ろしているんですけど、9番さん視点で7番さんをオオミ軸で考えたとき、7番さんって5、6、て6の方が印象いいって言ってるんですね。つまり7番さんの今日の釣り位置って1位に関しては、まあえー、とあんまついたくないとかす、ね、るとかで。5番さんに関して、あんに5番を釣り下ろしてね7番さんの発言をよく聞くと。だから、自分が信用ない師の視点であれば、9番さんの位置で、 な5は絶対に釣り1にはならないと思ってるから、9番のその7五っていうのを見たのかわからないんですけど、7の相方として5ってなくないって思っちゃいました。でそこは3番さんも一緒で、57人狼で、7番さんが6の方が印象いいで、2は白いと思う、18印象ないって言ったら、このまま行ったら5を釣られちゃうから、うーん、なんか、それで3番さんかつ2と 5?2 と5ってかなり対立軸だし、 3番さんの視点がよくわからないなって思った。かなうん。あとめちゃめちゃ3番さんって狂人探してるなって思っちゃいましたね。3番さんか5番さんかな今日発言聞いてですけど。えっ、ー、と、1番さんに関、一番白かったのは1番さんかなあ、でも6番さん面白かったかな6番さんが9、あの真で見られてる状況で9番さん芯、芯かなっていう発言の必要がないと思ったから、今日は参加後に入れる。 5番のプレイヤーは発言してください。さいうーん、なんかもう次々になっちいらっしゃいますか。村だけどね。うーん。ということで、まあ、カルドじゃないし、8番さん守ってくださいということしか言えないね。 えーっと、俺はちゃん二番さんっていうところ。うーん、3番、うん、初期はなんだよね、正直。4番さん3番さんも4番さんも白いしっていうところで、やっぱ、うーん、2番さんを釣りたいなっていうところかな。やっぱし9番3、し番見るんだけどな、俺は。うーん、7黒じゃねえかなと、俺最は割ってるからね。ら7がないからね。うーん、だけど俺は村だから、とりあえずカルズでもないし、 まあ柱になって、ああ、そうやな。彼は8番さんを持ってください。以上6番のプレイヤーは発言してくださいとりあえず、そうですね、5番さん釣りますけど、うん、柱発言したんで、5番さんのその柱発言がどういう意味を持ってるのか、まあ。 よくあの慣れたのかなとは思いまますけどあ3番さん気になったったていうのは番番ささんんと同じ視点です3番さんは、えー、6が強靭っぽかったメタになるから言わないけど2番さんも強靭っぽい強靭結構いろんなとこに上げてるなっていう風に思って強靭っぽいっていう風に置いて怪しく置いたところを最終盤面あたりから、えー、ここは黒要素だったって言って黒に変えたいんじゃないかなっていう風に思って3番さんっていうのは怪しく感じていたんですがね。 うんで、まあ、8番さん、まあ、真確定してるんで突っ込む必要ないかもしれないんですが、9番さんを偽で置いた場合って4番さん怪しくならないですか ?9 番さんを偽で置いて4番さん白いみたいな発言してましたけど、9番さん、いや村の、まあ、皆さんに言いますけど、9番さんを偽で狂人っていうふうに置いた場合は、えー、占いにオオカミが出ていないというふうな視点になります。そうなった時って4番さんっていうのは結構まあ、 盤面的に見れば怪しくなるっていうふうに思うんですけどね、その発言が誰からも出なかったっていうのが正直よくわからないなっていうふうには思いますかね。5番さんを守りに来たようなムーブを見せた3番さんっていうのは結構怪しく感じていたんですが、5番さんが柱発言したことから5番さんって言いたいかなっていうふうに感じてますかね。1番さんが5番さんに役,役がないの、指摘していたのはまあ一番まあそうだな。 まあ、すかしてはいたんで、そこに対しての指摘は一番さんごもっともかなというふうには思ったかな。うん。占い精査、占い精査はちょっとまあ、2週目以降、えー、明日以降かなというふうには思っていますかね。はい。まあ、ごまさん、ついます以上。あ、終わりね。<laughs> 7番。7番。7番発言してください。はい。発言しますね。グレーで気になったのは3ですね。 3っていうのは占い釣りから行かないかいっていうような発言をちらっとしましたよね。それは占いが心境が分かってるからこそ占いから行かないっていうような発言をしたものだと思ってるので、私は3を、えー、非常にちょっと黒目で見てます。<laughs> で、えー、っとですね、4についてはちょっとすり寄ってきたかなっていうような感じも受けてはいるんですが、うん、どうなんだろうな、発言内容とか考察については結構白くは見てるんですよね。<laughs> うん、でやっぱり圧倒的に気になるのは5ですね。うん <laughs> うん、5は気になりますね。で、うん、6はこの2周目で少し白くなったかなっていうようなところですね。1周目の段階では5、6ともに2を釣りをしてたんで5、6が気になりましたが。ただ、うん、1については、まあ、色が見えないというか村目で見てます。 うん、やっぱり3と5が気になりますね圧倒的にうんでおそらく9っていうのはどこにオカミがいるか分かってないからとりあえず5を釣りをしたのかなっていうようなところ結構視点がブレてたんでねうん <laughs> <ー>いや占いに狂人がほぼ出ないよ現状3か5どちらか釣りたいかなって思ってますね そうですね。<laughs> うん。まあ、釣り誘導にもなるかもしれませんので、あえて言いませんが、<laughs> 私は、えー、そうだな、私は三に行きます。占いを釣ろうとしてたっていうところは、オオカミかなと思ってます。三行きます。ありがとう。じゃないで俺狩りがあるかもしれないのに、これ絶対7にせや。俺が狩りだったら、デザー えないようにしてるよな5番のプレイヤーが選ばれましたあこれ7放棄。五5番今日はプレイヤーがプレイヤーがしてください七番さんが放棄悪アグですうん俺に入れたのは結局人狼だと思っている 1,2,3,4,6,9。だから、どうだろう ?1,2,3。ほとんど入れてんな。それ以外が白だと思っている。俺白だからね。うーん。ということで、まあ、カルダは守ってください。えっ、ー、と、この場面の方がいいかなと思って、えっ、ー、と、今入れた人たちを人外と見てやっていけば勝てるんじゃないかな。以上。 夜が来ました。目を閉じてください。八六五二。もう俺ベンタクルさん死んだな。 ダタンクールさん噛まれるんじゃないかな朝が来ました昨夜死んだのは4番ほら。 4紙6番のプレイヤーは発言してくださいえーと4白の1白4白1白で例の結果は例の結果なしですかね白はいえっ、ー、と白か57かなって思ったんですけどね7番さんが3番さんに行く意味がよくわかんなかった3番さんって狩人の可能性ありますよね あの柱発言した5番さんを釣るしか村の選択肢としてはありえなかったはずなんですよね。がなんか8番さんも、8番さんもなんか自分に入れてるけど、なんでだろうな <laughs>、うん。5番さん、柱発言したら5番さん釣らなかった場合、え5番さん釣りがありえましたあの盤面。なんで7番さん、3番さん押すんですかね 3番さんは怪しいっていう風な要素は自分もあげたけど、今日の釣り位置ではなかった、昨日の釣り位置ではなかったはずなんですよね。なんでかっていうと、3番さんはカリーの可能性もあったから。そこをなんで怪しくもって、しかも今日4番さんは占い。うん。でも占いに行く場面なのかどうなのかは分からない。えー、9番さんっていうのは心境一で、7番さんは心労一。 うら正直、占いに行く番目なのか、グレーに行く番目なのかわからないが占いは現状7番さんの方に攻めておいています。そうだな。グレーの中、どうだろうな。3番さん。7番さんが狼だった場合って、3番さんに身内切りをしたっていう線も捉えられる。5番さんに明らかに票が集まるってところから、3番さんを怪しいんでおくことで、あ、でも7番さんと3番さんピアだったら、7番さんが3番さんに白が打つかな。 いや分かんねえ。申し訳ねえ。分かんねえ。ちょっと発言聞かせてください。以上。7番のプレイヤーは発言してください。発言,さい発言します。6番さんちょっと怪しくなったかなと。えっとですね、まず5番に行かない理由を言います。えー、5番っていうのは明らかに1周目で SG1 になって、で、2周目の段階になったときに、 えとほとんど全てが5番を一本釣りで釣りをしてたんですよね。<laughs> で、私目線っていうのはグレーに二郎いるんですよ。で、そのほとんどが5番を釣りをしてたっていうことからして、5番のオカミっていうのは極めて考えにくいんですよ。スムラ発言したから釣るっていうよりは、そういう話ではなくて、村のほとんどが5を釣りをしてたから5が村だっていうふうに言ってるんです。紛れてる人狼が明らかに5を釣りをしてるんでね。 で、結果は5が白ですよね。<laughs> うん。明らかに5を釣り押していた、例えば6。最終発言に近い位置で、えー、5を釣り押した。うん。は普通に気になります。<laughs> うん。私は2は最初の1周目の段階でかなりヘイトを買っていたところもあって、2はやっぱり白く見てます。比較的ね。 でただ、今回、1も比較的白く見てましたが、9が1を囲いに行ったのかなっていうような感じも正直受けてます。ただ、やっぱり一番黒く映ってるのは3ですね。3の発言って、昨日、えー、占い釣りから行かないかいって言ったのが非常に気になるんですよ。心境が分かってるからこそ、占い釣りから行こうっていうふうに発言したように、私には映ってるんですよ。うん。で、4番占った理由を一応言っておきます。4番については、昨日も発言しましたけれども、 あの私に若干すり寄ってきたような感じだったんですよね。7を新目で見てますよって言ったところ。うん。でも4番って1周目は3番に若干便乗して2番を叩いてたっていうところからあって、やっぱり4番を占ったくな,なければいけないと思って4を占ったところですね。うん。現状気になってるのは3です、以上。8番のプレイヤーは発言してくださいえーと5番ました。 強靭だったらいいなっていうところだけど、えーとね、2番さんが若干強めが高いことから7級は進路に変わったので、2番さんが占いいけるのかどうかで、えー、とちょっと村人の今のグレーの位置で強めがあるか判断したいかなと思っていて、で6は7を2攻めで言いながら、占いに行ける盤面なのどうかわからないって発言をしているところから、俺今67で追ってます。 えとだってなことからちょっと7番さんに入れたい7も6が怪しいねって言って初日は56怪しいって言って2周目で白くなりましたねって言ってまた今度6怪しくなりましたねと6番の色が2点3点しててまたその理由がすごく曖昧なんだよねさらっと二戦、えー、目白目二戦目とさらっとつけてるんだけど理由がほとんどないことから俺は76で今のとこ見てます なことから俺は3番3は白かなと思っているからで、えー、と3番3目線うん占いいけないよなっていうのは多分情報釣りで例のが確定していることから7番3を釣りたいかったのかなと思ってるんだけどこれは違うのかなで3番3目線7級心教が分かっているから占いに行きたいって言ってたんだけれども うんと3番さん自身は7、9どっちに行きたいとも発明記明記してないし7番さん目線は9はマックス強人2番さんが白いってことは、えー、と6、1、3に二郎がいることになっているで6が怪しくなってるんであれば6って またその相方位置っていうのをしっかり明記してほしかったなと思っていてで、えっと、7番さんの、えっと、こう視点に立った時に6の相方とか1の相方3の相方っていう考察がなかったことから俺は占い決めちゃ7に9番のプレイヤーは発言してください 一番んを占った理由なんだけど、昨日7番さんの発言で、1は白いかなって、理由は全くなく一番さんのこと白浮きした。で、今日も皆さん聞いたと思うんだけど、7番さんって俺が言った瞬間に、あ、1は黒くなりましたねって、理由ないんですよね。うん。わかるかなだから、一番さんが俺昨日の時点でね、7と1、7番さんは相方の一番さん触れにくかったのかなと思ったの。理由なく、一番さんこと白いですねって言ったから、だから一番さを占った。一番色が見えなくてね。そしたら一番さん白でした。 で、えっと、僕は7番さんオカミで置いてることから、三番さんのローは切っています。うん、毎回7番さんが三番さんをね、釣り落ちてることからね。はい。で、えっと、まず7番さん偽要素言ってくんだけど、あのね、あなた目線グレーに二郎いるのに、なんで3番さん怪しいでとどめてるんですかじゃあ、さんの相方どこですか ?3 番さんロー硬いんでしょ ?7 番さん目線。なのに、3番さん怪しい気になってますね。じゃないんですよ。じゃあ、相方どこなんですかあと一人。 その考察ができてない7番さんをまず2セり見てほしいですね、普通に。<laughs> っていう感じ。で、まあ、まだ戻るんだけど、3番さんはとりあえず除外します。ってなってくると、えー、7番さんの相方は6巻に。で、2番さんも明らかに言ってることおかしいです。申し訳ないけど。あの、僕が狂人で、えー、狼である4番さんを囲ったって、あのね、誰も発言聞いてないのに、俺が狂人でピンポイントで狼囲えるのは、もう僕、天才って呼んでください。それだったら。うん。 おかしいですよ。僕、グレーの発言聞いてないの。八番さんの進行論以外。なのに、僕が狂人で、えー、グレーにいる狼を囲ったって、どういうことですかうん。発言も聞いてないのに、狼って分かるわけないでしょ。うん、怪しいと思う。で、この2番目の発言で俺が狂人で使用すると思う。うん。俺だって潜伏するけどね。うん。っていう感じ。だから2番さんは明らかおかしいなって言ってると思うよ。うん。だから今のところは7人で見てる。 6番さんに関しては、うん、なんか場面がブレブレしてきてるなっていう感じ。もう今日は絶対7番さん言ってください。以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。9番さん死んで見てるよ。だから7行くね。うん、その理由を言うね。7番さん、9番さん白なんだよね。うん。ってことは9番さんは強人なんだ。うん。だから別に7番さん飲めるよね。 で、7番さんって、あの、6番さんが怪しくなる前に、俺が一番最初に怪しくなるはずなんだったよね。9番さんに、あの、白をもらってるから。なのに、7番さんは6番さんの方を先にあげたよね。なぜかなって思った。うん。俺の方が怪しく見えるんだよね。それだったら。うん。で、9番さん、強靭なことから、1番さん、1番さん、俺の、俺がね、俺をどう囲うのじゃあ、って俺は思ったけど。うん。そう。 昨日の発言から、俺が黒だと思ったの ?7 番3目線。7番3は俺は白かなって言ってたよね。それだったら9番3目線1番さんが黒になるのはおかしいんじゃないじゃあ7番3目線1が、あ、ね、囲えてるとは言いづらいんじゃないうん。って俺は思ったけどな。うん。で、7番3が3を切りに行ってるっていうのはね、ま、3はないのかなとは思うけど、思うけど、 6番さんが3番さんのカり度はあると思うよってあのんだよね、俺。いや、村がそんな発言落としてほしくないよね。だから3番さんがもし本当にカり度だったらわざと黒くなろうとしてるんだよね。だったらその意図を汲み取るべきなんだよ、6番さんって。だからその発言をはき明らかに俺、意図違いだなと思う。だから俺、6七って普通にあるんじゃないのって俺思うけど。 うん、3番さんが狩りならあの6番さんその発言はしなくていい本当に今日7い以上7番さんに関しては9番さん,、えー、番さんのことを強靭置き、えー、した場合二郎ってどこにいるんですかねうん3番さんをずっと釣りをしてますけど7番さん目線その相方交差っていうのはないんですかと思ったんですよねうん 7番さんからその考察がなく、えっ、ー、と、結局、謎の1番の白系はマジで意味わからなかったんですよね、うん。でね、9番さんちょっとね、僕弁明しますと、うん。えっ、ー、と、僕は4番さんが黒いと思ったから、9番さんの新名が落ちたっていうふうに言ってあって、 えー、9番さん、そこに関して、囲いに行ったって2番さんが言ってたから、捏造してるみたいなこと言ってましたけど、僕、そういうこと言ってるんじゃないですよ。4番さんが黒っぽかったから、9番さんの新名越したから、7番さんは新なのかなって思う発言をしたんですよね。うん。なので、僕は今回7番さん行きたいですね。7番さんの相方考察がほとんどなかったところ、9番さん目線27で見てるんか。 これ、ライン切りとかじゃなくて、普通に僕は7番さんが黒いかなって思いましたね。今、7級の発言聞いて。うん、で、えっ、ー、と、やっぱり7番さんが狼なった時、これもう本当1番さんと一緒になるんだけど、やっぱ6番さんかなって思ってます。うん、いや7番さんが狼だった場合、3番さんまずないっていう話。うん、3番さんにく、うん、ずっと前からヘイトを向けている。3番さんが占い師のようなことを、 新境で見たから3番さんが占い師で行くって言った発言を7番さんがずっと3番さんそれで叩いてんだよね、うん、だ7さんはさすがにもうないだろうっていうところで、えー、9番さんしんどいた場合はもう76なんだよね、うん、だ僕は今回7番さんに行きます以上3番のプレイヤーは発言してくださいはいえー、とまず 確率論で言って、占いに狂人が出ることは少ないのが一点。あと、パッション的に、9番さんの方がパッション的に真。あと、9番さんが狂人であれば、えー、5番さんってかなり黒いのに釣りをさない。えー、あと、2番さんの強目が高い。それは4番さんを怪しむこと。2番さん狂人であれば、えー、7番さんの狼は確定してるんで、えー、4は白角。 ってなると2が4を殴ることによって9の占い位置に入ろうとしてるから2の強めがすごく高い。ってなるともう67しか俺は見えないかな。うん5番さん白で、えー、6番さんって最終的に25を釣り押したんだよね1周目から。で俺2番さん強陣で見てるんで6番さんが釣り押した25って白白。 ってなると、やっぱ6狼でしか見れないかな。6七人狼でしか見れない。で、この4番神なんだけど、7番さん釣られた時に9カメたとしての4白角が残っちゃうから、4噛んだだと俺は思ってる。で、大阪さんの占い一致は絶対俺だったと思うけどね。うん、今日7番さん言って俺は狼だと思ってる。2番さん狂人の6番さん狼で追ってます。以上です。 投票を始めてくださいありえんオラじゃないべ7番のプレイヤーが選ばれました 7番のプレイヤーは発言してください発言しますもう確率論とかパッションっていう話になったらもうどうしようもないんですよねうん2番が強靭しようとか意味がわからないですけどうんもう明日確実に PP なんでねうんこれもう強靭が占いに出たらもう人外勝ち確定なんじゃないかなっていうような感じですね 実際、LINE 考察しろって言っても、昨日ほぼ全員が5番に入れてるじゃないですか。で、単体で気になってるのが3、時点で6です。ただ、1、2も完全に今日私を釣り押しに来てるっていうようなところからして、うん。もう正直、狼二郎はわかりません。1、2、3、6の中に二郎っていうような感じですね。うん いやわかんないけど2が強人アピールして狼で7のし身ぼり下げた可能性がどうなんですかねわかんないですけど普通に占いに強人出たらもうそれで人外勝ち確定のような場面でどう考察しようにも相方位置どこですかって言ったって昨日実際全員5に入れているところ <laughs> そして今日全員私に入れてますよね <laughs> うん普通に二郎潜伏って強いんだな 狂人が出たらっていうような感じですね。うん。PP 懸念とか何にも考えないで普通に私を釣り落ちてるっていうのも正直全くもって分からないです。はあ、残念ですね何な。何なんでしょうね。まあ、明日 PP ですね。以上です。 ドルが来ました目を閉じてくださいこれ勝ちかませるためかなまあけど死んだとしたら2番さんがうまかったな占い神教で7番さんを狼を負わせるために2番さんの強靭アピールをしたっていう可能性もあるけど。 のだと思うけどなおれ占いじゃないのさすがに朝が来ました。 昨夜は誰も死にませんでした。え 2>, ?2 番。プレーーああ、よかった。いはい、おはようございます。よろしくお願いします。よいしょカリキューマモリです。<え>うん、どう俺の強人ムーブ。うん、5? 5がいやー、6番さんですか。うん。 いや、よかったよ。俺が強靭 CEO した理由を教えてあげよっか。うん。ベンタンクールさんの占い位置に入りたくないプラス、噛まれたくなかったんだよね。うん。だからちょっと強靭 CEO して、で、守っちゃったよ。いや、もうこれ、6つって終わりましょう。うん。僕、カーリウッドです。すいません。本当にもう、価値格盤面なんでね。はい。6番さん行きましょう。3番のプレイヤーは発言してください。 マジで2番さん強モーブしたのいや、それだったらナイスだなぁ。じゃあ語が強か。ああ、5が強なら素晴らしいよう納得だな。なるほど。いやーナイスムーブだった。いやーちょっと遺言聞いたらちょっと怖くなったけどね。遺言聞いて、 2番さんが人狼で強ムーブすることによって7番さんの狼をあげたかなって若干思ったんだけどいやー怖かった6番のプレイヤーは発言してください,ださい 2>, 2番さんの狩りはあのー、なんか透けてたっていうか、うん、2番さんが強人で7番さんを釣り寄す意味が全くないんですよね、うん、だから2番さんはなんか持ってるんじゃないかなって思ったけど 8番さん行ったところで9番さんが自分に黒を打てば100%負け角盤面なんですよ。5番さんに白が出ていることから。だから9番さんが噛めることにかけるしかなかったです。うん、9番さんが噛めたらワンチャンなかったかな。うん、どうだろう。うん、9番さんしか噛み位置がなかった今日は8番さん噛んだとこで8番さん噛んだとこで9番さんが6に黒って言えば自分目線。うん<あ> 自分が村だと主張するなら PP ですねぐらいしか言えないんで9番さんに白が7番さん打ってることから9番さんは強人で置いた時に5番さんで白4番さんが噛まれているって状態だから123の中に狼がいるっていう風な考察を落とすしかないってことはもう PP ですねっていうふうにしか自分の口からは発せない発せれないので9番さんしか噛む位置がなかった2番さんのムーブは強人だったら7番さん釣り寄さないだろうしなんか 何か,かかなっていうふうには思ったが、まあ、これ、あのー、感想するんですか、これ。えっ、ー、と、3番さん、これ、自爆していいかどうか教えてほしいです。はい、以上。あのおかせね。8番のプレイヤーは発言して、発言してください。6番さんは、うーんとね、6番さんが、占い決め打ちの盤面のところで、占いに行けなかったところから、7、ックしてました。 あ、地場国家なら、ま六、あ、番さんにお任せします。お疲れ様でした6。夜にスキップしました。ゲーム終了。村人の勝ちです。いやー、ナイスムーブだったね。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録して、ぜひ生放送も見に来てくださいね。